おはようございますす塾の久保です、まあ、皆さんはですね、まあ、放置でお金が入ってくる仕組みっていうのをまああるんじゃないかないんじゃないかなって探したことないですかね。まあこれはっきりとねあるんですよ。で誰もが使える方法と誰もが使えないものがありますよね。 で、まあ、私もねこういうふうなことをちょっと提案したことがあるんですけども私はまあいろんなサイトをねこうやって検索したりとかいろんなブログを見たりとかメールマガジン撮ったりとか YouTube 見たりするんですよ。それによって、まあ、いわゆる学習をしてるんですよね。で どういうふうな学習をしたらどんな考え方になるのかそしてどんな考え方をすればどんな行動になってどんな結論になるのかってその一番元っていうのはどんな情報に触れてるかなんですよねでどの情報に触れてるか私がどんな情報にアクセスしているかってことをずっと書いてねそれを一覧にしてはいって渡したら それちょっっと興味あるるな見たいいて方がいるかもしれれないですよねそれから私の,あのスタメンって言うんですけどもスマホのトップページにあるブックマークですよねあのアプリのなんか種類がどんなものを使ってるのかってことが分かればだいぶねあ何が違うのかなってことが分かると思うんですよでこういうのを一つ一つ文章化したりとか画像化したりとかしてお配りしたりそれを有料で販売するっていうのも昔はあったんですね そういういのを私もやっていたことがあるんですけども今それがですねログっていうんですけども私がアクセスしたり何か記事を送ったり受け取ったりしたらログっていうのが残るんですよそのログっていうのはあるソフトウェアに溜まっていてそれを自動的にあるうですか、ね、会社に送信するそういうふうなサービスがあるんですよそうするとですねその会社はいろんな方の登録者さんからに人間がね何をアクセスしてどんなことをやってるのかっていう傾向をスマホとかパソコンから掴んで くるんですよでそのデータを販売したりとか商品戦略に生かすみたいなサービスがあるんですけども、まあ、こういうのはね昔からずっとあったんですけど今はそれが本当に自動的にできるんですよ例えばスマホにアプリをダウンロードしてもしくはパソコンにソフトウェアをダウンロードして自動的にそのログ解析をして、えー、依,頼しあの依頼っていうかねあの元の会社に送るみたいなのがありましてそれを年で計算して、えーまあ、お礼としてね金額で振り込んでくれるっていうのがあるんですよね、まあ、その動画を先ほど撮り終わったところなんですけどももうすぐうアップロードできる と思うんですが、まあそういういこことととがああるるよってことを今日はね、お伝えするのとまあ、私もねこの自動で放置で稼ぐ方法っていう今まで何回も紹介してきましたけども期間限定であったり人数が非常に限られていたりとかして問い合わせがあった時はもうすでに埋まってたとかねでもちろん私が一番最初にそれをやりますんで私が知ってるってことは私の枠はすでに埋まってるってことなんですよでもっと言えば私が知ってて私が使ってるってことは身近な人にも使ってもらってるってことなんでまあ一人が知るとその瞬間何十もの席が埋まるってことなんですよで ついた時に放送が始まりまりすんで、それだだけでででもだいぶ差があるんですよねで今回私が紹介するっていうかさっきね設定してアップロードした方法ってのはまだまだ枠があるんでうーん、まあね、私の動画のアクセスが最近は100から200ぐらいなんでしばらく埋まることはないだろうなと思って <laughs> 安心してこうやってね先行放送してるわけなんですけどもえー多分遅くても明日には明日の速可塾の更新情報には載せると思いますし早ければね、えー、今日午後には載せていくと思いますんで もしよろしかったらね この今、フェイスブックライブやってますけども、フェイスブックライブがもうすぐ終わりますんで、終わったら YouTube にアップロードしますんで、その YouTube を見たり、このェイスブックの k のライブをご覧になった方は、あ、もうそろそろあの例の情報の動画が来るんだなと、その動画の中にはどうやって申し込むのかっていう URL リンクもありますんでね、そこから登録していただいて、本当に少額ですよ。本当にただで何にもせずにお金が入るってことは少額なんですよ。そんな何十万もね、勝手に手に入るって方法ではありませんけども、こういったちっちゃい金額の 自動的をいっぱいいっぱいね。 こうなんですか積み上げていって大きな金額作るっていう方法もありますし少額だけども楽に収入が入るよという方法リスクはありませんよと自分の情報を抜かれるわけではありませんよってものをまあお紹介することによってね YouTube のアクセスとかブログのアクセスとかそれから SNS のアクセスを取ってそれを二次的に利用するっていう方法もありますんでまあどちらにしてもねあの集客できるかそれとも販売するかのどっちかには使えると思いますのでぜひねご自身の知識にとどめずにこういうのを惜しみなくどん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 紹介していって、えー やっていいただければと思いますであとですね、基本的にそれは、ね、私サポートしませんので、あのまあ何て言いますかね、何もやることがないんでサポートがないんですよ。だからサポートしませんので <laughs>、何もやることがないんで。 ダウ,ダウンロードの仕方が分かりませんって言ったらね、それはダウンロードの仕方ぐらいはお伝えしますけどもうん、私もね、特にやることがないんで、サポートを求めたことがないんですよね。もしサポートがもし発生すれば、その元の会社が、あのー、やってますんで、サポートをね、お問い合わせフォームからお問い合わせいただければいいんじゃないかなと思います。えー、このね、動画の次ぐらいにアップロードされると思いますんで、そちらの方をご覧いただいて、その動画の説明欄に、えー、その会社がね、ありますんで、 えー、そちららの方からご登録いいただければと思います、えー、今日はそんななとこでいいかな、うんまあ、またこういうのはねあのもっともっと放置で少しでもお金が入るのうん、ね、誰かのためになったお金が入るのを知りたいって方はねまたやりますんで <laughs> まあ高評価なり低評価なり押しておいてくださいでコメントいただけたらあーどういうものが求められてるのかをねまた私の方で発信させていただきますそれでは今日は以上です